一般社団法人日本プロマージャン連盟は競技マージャンのプロ団体。2019年時点の7つあるプロ団体の中で所属人数が最も多い。2021年現在の会長は森山茂和。1981年3月6日設立。荒正義、二階堂姉妹をはじめとして有名プロが多数在籍している。 WRC ルールで行われる、マージャンマスターズとプロクイーン決定戦を除き、一発、裏ドラなしの日本プロマージャン連盟公式ルールで行われる。段位制度を採用しており、アマチュアの打ち手に対しても、オフィシャルネット対戦サイト、論議を通じて、段位、9くらいの授与を行っている。事業目的は、マージャン専門騎士による、競技マージャンの開催を通じ、 職業騎士の育成、確立、社会的地位の向上を図り、もって、健全なる麻雀遊戯の普及、発展に貢献し、我が国の伝統文化、大衆文化の発展向上と、国際親善に寄与することを目的とする、というもの。初代会長の小島武雄によれば、当時乱立していた、小団体を一つにまとめ一致団結し麻雀会を、 盛り上げるために作られた団体である。また、設立直後、小島はマスコミに対して、麻雀を、囲碁、将棋、その他スポーツのような地位に押し上げ、麻雀プロ全体が、将来的に食っていけるような世界を作り上げるなどと、宣言していた。1981年1月31日に、日韓スポーツ市場で設立を、発表、3月6日に設立された。 設立にあたっては、作家の花と箱の大きな協力があった。花とが、講演者という形であったという。小島は、辞退したが、金銭的な援助まで持ちかけられたという。なおこの時期は、折しも1980年12月24日に、発生し、麻雀関係者の間に確執を生んだ、最高遺戦八尾町疑惑事件の直後であり、 大衆メディアがその事件をきっかけに設立されたと、報道したりといった短絡的な誤解が見受けられたが、構想は、以前からあったものであり、急遽作られた団体ではない。当時の竹書房近代麻雀編集長の岡田和弘は遅くとも1980年6月頃には、な田小島から、プロ協会の構想を聞いており、小島は、 事件の数年前にはすでに設立を考えていたと、10回している。またそもそも近代麻雀側も、この構想には乗り気であった。だが、この事件により当初の予定より、立ち上げが、いささか早まることとなったようであり、また連盟と竹処房、近代麻雀が、決別関係になってしまったといった影響は見られた。連盟は、雑誌、 月間プロマージャンで活動したため、近代マージャンと、プロマージャンの代理戦争だ、マージャン界のクーデターだ、などというトンチン感な報道も見られたという。小島によれば設立後最初の10年は、手探りの運営で資金繰りも苦しく、当時小島は、自身が出演していたジャンタクのテレビ CM のギャラを、全額連盟の運営費に回したという。 元より数十年かかる事業であるとは覚悟していたが、活動が軌道に乗ったのはようやく2000年頃からであるといい、2010年現在、ゲーム会社との提携やテレビ対局、介護施設などの訪問など活動は多岐にわたり、多くのタイトル戦を主催している。なお、初代会長の小島は1984年に、会長職から身を退き最高顧問となっている。その後は、 灘が30年にわたって2代目会長を務めていたが、2013年4月1日より3代目となる森山茂和が会長に就任し、灘は名誉会長職となった。小島が2010年に表したところによれば、連盟設立当初より参加し、当時副会長だった森山は小島、会長の田お及び他の2人の副会長、伊藤裕子。 アラなどのようにただマージャンが強いだけの人物ではなく、団体の取りまとめやトラブル解消などに尽力してきた、縁の下の力持ちであり、連盟が、ここまで、大きくなれたのは、彼の手腕によるところが大きいと称賛している。また、2013年現在、相談役に、畑正則が名を連ねている。これまで、タイトル戦のネット中継は、縦断戦、方位戦、 女流王家、グランプリのみで、アルバンスタジオを借りて中継していた。2013年10月からは、アルバンスタジオ引っ越しにより、連名独自のスタジオ、夏目坂スタジオを開設。大井戦や、プロクイーンなどのタイトル戦も中継されるようになった。2014年からは、マージャン最強戦の予選と有冠富士杯、マージャン上決定戦の東日本リーグ。 本戦対局も中継され、事実上連盟主導の大会運営となっている。京都車崎神社内芸能神社に、女性ン氏が奉納した玉垣プロリーグ現法王位は、佐々木久人。1984年創設。連盟所属プロのリーグ戦で実施され、団体最高峰タイトルの位置づけ。前年度法王くらいと、 最上位である A1 リーグの1位から3位が、王位決定戦を行い、その期の法王位を決定する。40歳未満の選手のうち、D リーグ昇級者、各種タイトル戦決勝進出者などで争われる、リーグ戦。年2回開催。優勝者は B2 リーグ、準優勝者は C1 リーグ、第3位には C2 リーグへの飛びつき昇格が認められる十段戦。 厳重段位は、荒マサヨシ1984年創設。連名所属プロのみ参加でき、各卓2名勝ち上がりのトーナメント方式を採用。タイトル戦成績をもとに定められている段位によって、スタート地点が変わるのが特徴。10段位決定戦に関しては、準決勝勝ち上がりの4名に、厳重段位を加え、5名で争われる。 王位宣言王位は、渡辺文也。1973年創設、1989年より、連盟主催。他団体を含むプロのほか、予選を勝ち抜いたアマチュアも参加できる。規定半送の得点上位者が勝ち上がる方式。永久決勝を15名が突破し、現王位を加えた16名で準決勝決勝を戦う。マージャンマスターズ・現マスターズは、 福田博史。1992年創設。毎月4月に行われる、プロアマオープン戦。大井戦同様、他団体プロも参加する。2017年より、WRC 世界選手権ルールを採用。全国の一般予選とプロ予選を勝ち上がった、選手により行われる本戦では、トーナメント制を採用している。また、大井戦同様、 現マスターズはベスト16からの登場となる。マージャングランプリマックス現グランプリマックスは本田智博2010年よりマージャングランプリをリニューアルシ創設。出場権は現タイトルホルダーや4大タイトルを持つ球団、及びポイント、ランキング上位者の連名所属プロに限られる。ポイントランキングは各種タイトル戦の成績によって定められており、 そのポイントによって、出場段階も変わってくる。なお、上期四大タイトル、地方リーグ、女流タイトル戦のうち、三つ、以上出場していることが最低条件となる。女流王家現女流王家は、魚谷由美ユ2006年創設。連盟所属の女流プロによるリーグ戦。A リーグ六節終了事件の上位八名が、プレイオフに進出し、 プレイオフ一節の成績を加えた七節の上位三名が、女流王家決定戦に進出。元王家を加えた四名で、女流王家決定戦を行い、その期の女流王家を決定する。プロクイーン元、プロクイーンは、二階堂ルミ。2003年創設。所属団体を問わず、女流プロであれば参加できる。WRC 世界選手権ルールを採用。 ベスト16以降は、トーナメント方式となり、準決勝勝者4名に、現、プロクイーンを加えた5名で、決勝戦を争う。桜つぼみ宣言桜つぼみは、菅原千明。2021年創設。連名所属で、予選初日の段階で29歳以下の女流プロが、参加できる。年2回開催。春は、 WRC 世界選手権ルールを採用し、秋は連盟公式ルールを採用。予選上位12名と予選敗退者から推薦枠4名がベスト16進出となり、その後トーナメント方式でその木の桜つぼみを決定する。優勝者は時期から女流王家 A リーグに昇級する。他団体も含むタイトル保持者や それに準ずる成績を収め連盟会長に推薦された選手によるリーグ戦。WRC 世界選手権ルールを採用。参加資格の関係上、内外のトッププロによって争われるタイトル戦となっている。マージャン日本シリーズ、佐々木久と女流プロマージャン日本シリーズ、二階堂秋 JPMLWRC リーグ、小林正和2001年より、 内外タイムス杯オリニューアルし創設。連盟プロのみ出場だが、WRC 世界選手権ルールを採用している。シードは、タイトル保持者に限られるため、実績のあるトップリーガーと、まだ実績のない若手選手が早い段階で、対戦できるのが特徴。新人王戦、石川良1985年創設。入会5年目までの連盟プロのみが参加できる。 タイトル戦。優勝者には、四大タイトルなどのシード権が与えられる。若地市戦、松本春に2021年創設。連盟所属で、予選初日の段階で29歳以下の男性プロが参加できる。年2回開催。春は、WRC 世界選手権ルールを採用し、秋は、連盟公式ルールを採用。予選上位12名と、 予選敗退者から推薦枠4名がベスト16進出となり、その後トーナメント方式でその期の赤字死を決定する。優勝者は次期からプロリーグ C1 に昇級する。ランワーセン、ウオタニユーミ2021年創設。予選初日の段階で30歳以上49歳以下の連名プロが参加できる。ベスト16以降は、 トーナメント方式を採用。A リーガーは二次予選から出場し、現方大井はベスト16から出場する。小島武雄杯、藤原高弘2019年創設。WRC 世界選手権ルールを採用。マージャンプロアーマーオープン競技会、柴田義和2017年創設。インターネットマージャン日本選手権。 インターネットマージャンで行われる、プロアマ混合トーナメント大会である。第1回は2011年に開催される予定であったが、東日本大震災を受けて延期したため、2012年より実施されている。優勝者には、次期マージャンマスターズ本戦及び王位戦、A 級本戦のシード権が与えられるほか、準優勝者にも、次期王位戦 A 級本戦シード権が与えられる。 2020年度大会からは連盟に限らず、他団体所属プロも、一般プロ予選からの出場が可能となった。2020年時点では、マージャン、オンラインゲームサイト、ロンニを通じて大会が開催されている。大井戦、マージャンマスターズ、小島武雄杯、マージャンプロアマオープン競技会、インターネットマージャン日本選手権は、他団体のプロ、アマチュアの参加が認められている。 WRC 世界選手権ルールの搬送レコードは、佐々木久との134,200点。ありがとうございます。